ボルト、一体ここはどこだ。けど大筒木ってのはやたらと異空間へ連れ去るだろう。やつの寿命はせいぜい2日。アマドが喋ったか。くだらん。桃式の器、渦巻きボルト、どれほどの力を秘めている。しない。いまいましい輪廻顔面、邪魔だ。俺を殺せねえんだろ。もったいぶらずにさっさと言いやがれ。食わせるんだよ、十尾に。生きたままの大筒木をな。指一本でも動かしてみろ。できるわけねえって思ってんなら。やっ、まさか意識は自分の身代わりに。お前を殺すつもりはない。だが、お前を傷つけること自体には何のためらいもないんだ。人に死ぬ覚悟はできてるんだったよな、渦巻きボルト。お前は食われるんだ、十尾にな。ひどいありさまだな、ナルト。せ、俺は火影だ。ナルト、お前本当に死ぬ気だな。だったら一つだけ手がないこともない。本当に最後の最後、正真正銘の奥の手だ。はいえ、覚悟のいる決断だ。死んじまうんだよ。やるかどうかは。クラマ、頼む。覚悟ならとっくにできてる。まさか、やつか。心配いらねえぞ、ボルト。あいつは俺が倒す。いいか、こいつは今まで命が尽きるその時までな。もう長く稼働し続けるためのコツだと思える。
なせんが。7代目のチャクラが弱まってる。なるほどな。思った以上に消耗が激しい。残念だが。なんだ、何が起きた。なんてことだ、まさか。この力は今日繋がってるからな。わしらの命を削って生まれるこの力を無用に削り取る。使えない。俺の残りの寿命が急激に減っている。威力は問題ではない、これを食らうこと。そっ、後足が。黙れ虫キャラ。この大筒木一式だ。貴様ら下等種なんぞ。このままじゃ7代目が何を。わけか。カキまずい。カワキ、こいつが大筒木一式。現時点で余命興奮ってところか。このせい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 。てな、逃げろカワキ、時間を稼ぐんだ。さあ行けカワキ。おーよ。しろカワキ、大丈夫だからよ。この人みたいに。俺の弟子だ。7代目に弟子入りしたんだ。あの人言ってたぜ。他にもいろいろ教えてくれた。空っぽだったこの俺に生きる意味をくれた。7代目のいない世界なんて俺には何の意味もない。どうでもいい。そろそろ寿命が尽きるようだ。あと何秒だ。影分身の術、どうでもいいけど、単なる器ごときにまんまと出しの。一体出すので精一杯さ。うまくいってよかったぜ。
方こそボロボロじゃねえか。はぐらかすな。まさか本当にあの一式を倒すとはな。やはりいいものだな、自由に動けるというのは。なんて、カーマそのものは消えたかもしれぬが、一式がどこぞに隠した十尾を手に入れ、貴様自分のまな弟子を手にかけるつもりか。甘くな。やつはカーマによる術の吸収をやろうとしない。しくじったらお前だけでも。おい、出会ったばっかの頃からてめえはよ、なんだと。これは分身ではない、自分を燃やしている。まだ寝てる。まだ頭がボボッとすっからよ。やめろ。ナルト。おい、こっちだナルト。そうか、俺ってばもう。それにあいつらが大筒木を倒すところも見られたしな。ボルトやカワキはもう心配ねえ。たとえ俺がいなくなっても。でもよ、ボルトとカワキ、本当の兄弟みてえだな。俺も昔は兄弟がいたらなって思ったこともあった。ある意味で兄弟以上さ。考えてみりゃ。まあ最後だし、思い出話でもするか。この力のせいでみんなに怖がられもしたけど、お前だけはわしら美獣のことを名前で呼んでくれたんだ。最後にわしとお前であの大筒木に一泡吹かせてやれた。まあいいじゃねえかよ、最後くらい。楽しかったってばよ。あの世って場所でも一緒にやっていこうぜ。お前勘違いしてないか。何言ってる、もしかして。でもそういう面倒くせえ野郎だお前は。だろ、お別れだになると美獣のチャクラが消えるだけだ。ちょっと待て。呼びのようだ。わしはもう、クラマ、行かないでくれ。せいぜい達者でな、ナルト。待ってくれ、行くな。父ちゃん、行って。